文章ヘンリク・アダム・アレクサンデル・ピウス・シェンキエービチは、ポーランドの小説家。リット・フォスのペンネームもある。シェンケビチは、ロシア占領下のポーランド立憲王国のボラ・オクジェスカで裕福な家庭に生まれた。父方の先祖は、キリスト教に改修してシュラフタの資格を得た、リップカタタール人であった。ワルシャワ大学を卒業した後、新聞社に入りアメリカ特派員を務める。 愛国心が強かったシェンケビチは愛国者の勇敢な行為を激賞した歴史小説を表した。新聞連載された彼の小説は当時大きな人気を、え、一世紀以上経った現在も高く評価される。シェンケビチはポーランド語の扱いを心得ており、三部作では登場人物に17世紀に話されたであろう中世、ポーランド語を使用させた。グルンバルトの戦いを描いた 北方十字軍の騎士たちでは、様々な古ポーランド語の古代表現を使用させた。ポーランド国内では、17世紀の英雄の活躍を描いた三部作で、最もよく知られる。人剣と思っては、フメリニツキーの乱で、相まみえる反乱軍のボフダンフメリニツキーと、英雄やレーマビシュネベーチクイーを、悪役イエヌ、有利ボフンと主人公イエヌ、 ヤンスクリトゥスキーの戦いに投影して描いた。大洪水時代では、大洪水時代に実際にあった、ラジビウ家の家主とボグスワフが、北方戦争の相手である、スウェーデンウォーカール10世イグスタフと共謀して、ポーランド・リトアニア共和国を崩壊させて、ラジビウ家のもとに独立リトアニアとして分離して、しまおうとする陰謀を、主人公、アンジェコミチーチが阻止する。草原の日では、 リップカ・タタール人によるリップカの反乱を描いた。栄光の戦場ででは第二次ウィーンホ囲イを砂漠と野生の中でではマフリーの乱を描いた。一方国外ではローマ皇帝ネロの統治時代を描いたクオバディスが最も有名である。1905年に女子史作家としての顕著な功績のためにノーベル文学賞を受賞した。 彼はしばしばクオバディスでノーベル文学賞を受賞したとされるがそれは誤りである。nobelpriz.org, ザ・シ e c o シェンケビチドースタルノブロ非常に霊感の強い人物であったことが以下のエピソードで知れる。1901年7月、シェンケビチが南フランスの秘書地ビアリッツに滞在中のこと、金髪で 金属製のボタンのついた制服を着た青年が自分を霊柩車に無理やり引きずり込もうとする悪夢を3番続けてみた。その不吉な記憶を気にしながら数日後、クオバディスの劇場上演準備のためパリのリボリ街のホテルに宿を取った当日、シェンケビチが エレベーターで自室から1階に降りようとすると、夢で見た通りの制服を着た金髪の青年が、奇怪な笑いを浮かべてて招きしている。シェンケビチは、恐怖に駆られて急いで階段を駆け下り、読書室に飛び込んだ途端、大きな音と悲鳴が響いた。たった、今乗ろうとしたエレベーターが落下し、エレベーターボーイの青年を含め、乗っていた客全員が圧死したというもの。これは、 典型的な予知夢の一例として記録されている。オブレ・ゴレクの邸宅、イヴァン・ボフーンは、ポーランド主観では、悪役として描かれるが、ウクライナ士観では、コサック国家独立の英雄として描かれる。ズバーラジュ情報遺跡で活躍した、歴史上の実在の人物、PL ・ミコワイ・イスクリトゥースキーが、モデルとされる。ヤヌシュト・ボグスワフは、ポーランド主観では、 国家の裏切り者として描かれるが、リトアニア史観では独立の英雄として描かれる。ギーブルトン、ルイ・ポー・ウェル・編著、属性用歴史期間 64P、クオ・バディスの作者が見た3つの夢白水社館、アリータ・タダオ約1985年2月ポチャワルスキ、による、肖像、1890。ありがとうございます。